サラダ油、またはサラダオイルは生成された植物油の一種。低温下でも長時間結晶化しないように生成されており、サラダドレッシングやマヨネーズのような製品の原料として適しており、また味や匂いに癖がないことも特徴である。また、サラダは比較的低温で供されるので、低温で結晶化する成分が多いとザラついた食感となってしまう。油脂は、 多くの種類の脂肪酸を含み、その中で、飽和脂肪酸が、グリセリンの位置、3位についた、対称性の良いものは低温で結晶化しやすい。このため、サラダ油は生成した油を長期間冷蔵し、固化した成分を分離した後に出荷される。サラダドレッシング、マヨネーズの原料、マーガリンの原料、揚げ物、炒め物、せんべい等の味付けなどに用いられる。日本では、 日本農林企画により定められている。したがって JAS の基準を満たした原材料を用い、なおかつ JAS 認定工場で製造されたものでなければサラダ油を名乗ることはできない。JAS においては定められた低温の条件下で一定時間放置しても凝固や白濁のないことをサラダ油の条件としている。精製油の凝固は老分と蒸気の対象性の良い油脂が原因なので、 サラダ油の製造にはこれらの除去が不可欠となる。原材料については、2007年6月現在、油菜、麺実、大豆、ごま、サフラワー、ひまわり、とうもろこし、米及び落花生にサラダ油の規格がある。また、2種類以上の植物油を混合して作られたサラダ油は調合サラダ油と呼ばれる。したがって、オリーブ油や椿油のサラダ油は存在しない。 ただし、これらの油を調合サラダ油の原材料として、規格の範囲で混合することは可能である。米国床学会の企画でも、サラダ油は、摂取零度の氷浴の状態で5.5時間浸し、した後でも透明な状態でなければならないとされている。すべて種子を用いる。油な酸化、熱に強い。キャノーラ油は、カナダ原産のキャノーラ種から絞ったもの。 大豆原材料が安価で最も一般的な原料の一つ、生成しても独特の匂いが残るため他の油と混合することが多い。トウモロコシ加熱、酸化に強いので炒め物に適する独特の香りがある。ひまわりの種淡白な風味を持ち、多くの場合はドレッシングに使用される。ごマ通常ごま油と呼ばれる。食用油はごまを焙煎してから搾油したものである。 サラダ油の場合は原材料を焙煎せずに作油した上で生成しているのでごま油の香味はない。生成していない非焙煎の油は大白油とも呼ばれる。サフラワーリノオル酸、オレイン酸の含有量が多い。面実サラダ油の王様と言われ、効果、非常にまろやかな味わいがある。ベイビタミン類が豊富で優れた、抗酸化作用を持つ、サラッとしている米、油の抗酸症。 ブドウ調合サラダ油蒸気のサラダ油を混合したもの、ありがとうございます。